チャオあっちゃんです。今日のお昼ご飯に上の子がねインフルエンザの学年閉鎖で休んでいてるから、ガーリックペッパーソルトライス、鶏肉で塩コショウ味の焼き飯作ってるけどもね、2人で食べたらちょっとねご飯が少なかったから足らんかったみたいで、まだお腹減ったたらーんって言うから、ネタ用に買ってやった鶴橋風月のカップ焼きそば極太麺食べて一緒に食べようかなと思います。はい、これうまいねん、あいやねん、意味わからんこと書いてあるけどね、焼きそば風月鶴橋、風月ってお好み焼き屋さんやねんね。で何回か行ったことあるんだけど、関西人はお好み焼きって言うけど、お好み焼きとかたこ焼き家でするから焼きそばもやねんけど、あんまりお店で食べへんの、お好み焼きもほとんど家でするからあんまり食べに行ったりせん。何回か昔に行ったことあるけどね、味覚えてません。で風月の焼きそばって、焼きそばなんかはっきり言って外で食べません。たまに屋台で食べたりね、そんなぐらいやけどもね、あんまりね外で食べへんのね。大体お店行ってお好み焼きとか焼きそばって食べることあんまりないのね、関西人だけじゃなくて、あっちゃんはそうなのね、関西人でお好みとか食べに行く人はいっぱいいてると思うけど、昔はね近所にお好み焼き屋さんがあって、ばあちゃんが亡くなったんかな、なんかでお店がなくなったりね、したんで、最近ほんまに近所にお好み焼き屋さんとかがなくなったから、ほんま食べにくいになっちゃった、で出ていて何か食べるかって言ってお好み焼きとか焼きそばって食べることってめったにないからね、わかんない。特に今回風月チェーン店ね、鶴橋風月の焼きそばって食べたことないから、なんとも本物と比べようはないねんけども、美味しいかどうかっていうのだけのレポートになるかもわからないけど、食べてみたいと思います。はい、ベラベラ喋りすぎや言われるぐらいね、いらんこと喋ってますけどもね、とりあえずね、日清の焼きそばは日清の焼きそばやったら UFO やね。パッケージも丸っこいから UFO っぽい、ぽいね、UFO っぽいパッケージで赤いからよく UFO っぽいよね、この前ね UFO 食べたことないから食べたいなーって言ったんやけどね、 UFO 買わんと風月買っちゃいました。はい、でねパッケージを開けるとここにもなんか風月が書いてあるね。で、材料はね大して普通の焼きそばと変わんないから読みません。はい、湯注いで5分で湯切りしてソースかけて食べてねっていうタイプなんで、はい、作りたいと思います。日清風月の焼きそばは太麺って書いてあったんで、そういったらね、はい、さっきよ見てんけど読むの忘れました。はい、太麺です。太麺で最初から火薬乗ってますね。はい、これにソースがついてるだけ、はい、です、太麺、確かにちょっと麺太いかもわかんないね、こんな感じね、そろそろお湯が沸いてくるかなと思うんで、お湯が沸き上がるまで待ってみたいと思います。はい、はい、お湯が沸きました。では入れたいと思います。じゃあ、はい、お湯入った。で、タイマーヘイシリ、ヘイシリ、あーまたシリが、ヘイシリ、ヘイシリ、タイマー4分。タイマー4分違う、タイマーはいりません。タイマー4分。なんで5分になってんの、もうさいって、はい、なんだかんだ知らない、絶対1分ぐらい経ってるから4分にしときました。タイマー4分とか言われたよね、タイマーしちゃダメですよ、ね、バカになっちゃいます。はい、もうね、もうほんまになんてことをシリは言うんやって感じやけどね、はい、そんなどうでもいいです。はい、ではね、4分待ってゆっくり湯切りしてきたら多分5分ぐらい経ってるでしょ。はい、ね、
もうちょっと待ってたいと思います。はい、これソースとか、上に置いといてって書いて、置いてくださいって書いてあるけど、上に置くよりこれの下に敷いて、しとく方が温まるような気がするよね。今回そうしてみます。はい、はい、残りが、光って見えない、4、3、2、1、0、不時着。では、湯切りしていきたいと思います。よいしょ、はい、湯切りしてきました。では、蓋を開けて作っていきたいと思います。お、麺が太い、すごいすごい。UFO とか、ペヤングとかいろんなの焼きそばな食べたけども、初めて見るぐらい焼きそばでは麺が太いです。はい、ほらほらってほらね、なんか麺太いでしょ、ね、こんなことしてる間に伸びたらあかんからね。ソースかけます。ソースを、よいしょ。では、ソースを混ぜて、混ぜ、なんか、いい感じ、ソースの匂いでは、食べてみたいと思います。今回ね、上の子ちゃんがお腹減ってるからね、味見程度にしときますね。はい、麺が太いから、なんか美味しい美味しい、なんだろう、ソースね、ソースが、多分お店の焼きそばって多分ソースが命やと思うね。麺は多分その、これはそれ風に太くしてあるだけやから、麺の味って出せへんと思うから、お店の味出すには、ソースかな、お肉、お肉はダメ、しょっぽい味でキャベツ、キャベツはいい感じ。ソースがね、どうだろう、普通、風月の焼きそばってこんなんかな、食べたことないか分からへんけどね、大体ね、上の子がお腹減ってるからあげます。はい、はい、食べ、お好み焼きソースとウスターソース混ぜて作るところが多かったりね、あちゃんいつも近所にやったおばあちゃんがやってた焼きそば屋さんは、焼きそば作るときは、野菜と、肉バーって炒めて塩コショウして、でそば入れて、でソースはウスターソースとお好み焼きソース混ぜてこうバーって味付けしてたんね。だから今ウスターソースでちょっとこう濃厚な感じ、甘辛って感じの、味やったけども、なんかね普通、スパイシーさもなく、カッチュってなんていうのかな、その普通のウスターソースとか市販の焼きそばソースとかの方がスパイシーで美味しいかもわかんない。風月さんの焼きそばってこの程度なんかな、かやっぱりカップ麺にすると、うまく表現できてないのか、その辺わかんない。今度風月さんが多分隣町にあったかな、隣町桜井市のジャスコにあった気もするけども、なかった気もするしねってところでね、はい、いつ行くかわからへんけども、多分行かへんかもわからへんけども、行ったら焼きそばをぜひ食べてみたいと思います。はい、あんまりね気が進まへんだけどね、外で焼きそば食べるのは、はい、そんなどうでもいいですけども、微妙です。はっきり言って今日の、風月
日清の風月鶴橋でもう噛みまっくりです、ごめんね、日清の鶴橋風月の太麺焼きそばやったかな、名前そんな名前だと思うけどのはね普通です、はい、点数は60点ぐらいですね、はい、あの普通っていう点数は60点です、はい、はい、あのまあ、まずくはないですけどもそんなに美味しくないです。ただ麺が太いからおーって感じで、麺太いから食べ応えあるし、うん、食感的にいい感じ、うん、その辺だけまあ美味しかったかな。ただソースで残念って感じです、はい、はい、まあそういうことでね、動画撮ってる間ね、なんかね上の子が食べへんからね、そば伸びたあかんから早くもう締めたいと思います。ではまたね、バイバイ。